持続的な地域医療体制の構築などを目的に県医師会と82銀行が連携協定を結びました昨日長野市で県医師会の若林徹会長と82銀行の松下正樹頭取が書面を交わし医療継承等に関する連携協定を結びました後継者不足による診療所などの廃業を回避するため 開業ををををを希望すすすすするるる医医師とととのののマッチングを進め持続的的なな地域の医療体制を構築するここがが目的です双方に専用の相談窓口を設置し情報を共有することなどが決ままってい協定は2年前から締結に向け話し合いがされていました。 82銀行によると銀行と医師会などによる同様の協定は静岡県などについて全国4例目ということです。